エヴァンゲリオンの初号機になったくまモン撮影したことがあるよっていう方いらっしゃいますか。じゃあ今回が初めてだよっていう方は、なかなかこういったことがないとエヴァンゲリオンの初号機になったくまモンが舞台に登場します。皆さん拍手できる方は拍手をお願いいたします。それでは皆さんくまモンと呼んでください。せーの、くまモン。もう一回皆さんお願いします。もっともっと大きな声です。せーの、くまモン。ちょっとお手手がですね短くてできないですね。エヴァンゲリオンバージョンで失礼いたしますね。くまモンが表しているのはお手手が短い手で頑張っております熊本ジョーですね。実は皆さん頭の上で天守閣ですけれども、くまモンは顎の下で天守閣を作っております。そしてね、足元はねしっかり武者払いしが届いてないね。お手手が短いのかエヴァのお衣装なのかわからないですけれどもね。ね、ありがとう。まーっとお尻が危ないようになっておりますので、皆さんモザイクでお願いいたします。上げていただければと思います。ありがとうございます。よいしょよいしょ。すみません、失礼いたしました。皆さんモザイクでお願いいたします。モザイクでお願いします。あ、後ろもよろしくお願いいたします。では改めて聞きたいと思います。ついてる攻撃。ではもう皆さん言ってくださいね、魔法かな、熊をね。じゃあ多分みんな上げてくれるんだろうな。エヴァンゲリオン大博覧会に行くよって人、はーい、ありがとうございます。じゃあお姉さんにお戻したいと思います。はい、ということでね、皆さんもたくさんお手手が上がったところでね、くまモンぜひ皆さんもね、たくさんお写真撮られたと思いますけれども、ちょっとくまモン皆さんにぐるっとお写真を。現在ですね、5月11日までここからエスカレーターを2つ降りた9階 JR 博多シティの9階にある JR 九州ホールでエヴァンゲリオン大博覧会というものを実施しております。こちらはですね、君とエヴァと物とことというテーマでですね、95年に放送された新世紀エヴァンゲリオンから、2019年 の、 新エヴァンゲリオンまでのいろんなグッズをですね4000点以上、飾っております。
ね、衣装をしっかり決めてきましたのであの十字を見てない方は何のこっちゃと思うかもしれませんが、はい、ちょっとご説明させていただくと、ちょっとですね、あのくまモン痩せた太ったちょっとわからないんですけれども、あの衣装の方がずり落ちてしまったので、ちょっと、ね、しっかり決めてまいりましたので、今回こそは皆さんにすごい軽快な動きにも耐える、そうなんですよ、なのでしっかり皆さんにいいお写真を撮っていただきたいなと思います。はいはいはい、うん、何何ボンキュッボン、何ボンキュッボンのお姉さん、私のことかしら、クマモン違った、違う、ごめんごめんごめん、そんな攻撃、暴走モードだ、暴走モードだ、これは助けてください、エヴァンゲリオンというところ、暴走モードというやつ、まだまだまだ真ん中のお友達待ってないから、クマモンこんにちはって、気をつけ、気をつけ、レイ、あやのみレイ正解それ、それが言いたかったのねレイね、レイ、レイちゃんが、レイちゃんがここにいてほしいってこと、レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん今日いないわ、あ、今日いないそれ、がっかり、がっかり、レイちゃんに会えると思ってたの、あー、まあもうね、ボンキュボンのお姉さん好きだもんねかなり、あ、その前にもね、いろんな熊本エヴァンゲリオン熊本会場をね、記念が記念してコラボされたんですけれども、2015年にね、ごめんごめん、2015年、ここじゃなくて、2015年にね、そうそう、前ね、昔そう熊本で会った時に、その時もはい、台本はね、もう見ないで見てんじゃん、はい、こらやめなさい、スタッフさんもダメですよ、あの後から返してくださいね、後から、 ありがとうございます見せないでじゃなくて、そうなんですよ、2015年にね、熊本でね、エヴァンゲリオン大博覧会があった時にも、エヴァンゲリオンの大博覧会についてもね、今日はお兄さんもお願いして、ちょっとスタッフの方にお話ししていただきたいと思います、はい、エヴァンゲリオン大博、ああ、それは私の台本です、はい、失礼しました、はい、すいません、ありがとうございました、お兄さんナイスじゃないかいお願いします、はい、あ、お姉さんここ、あ、しゃがんでって、何か怖いですね何か怖いですね、この向きでいいのかな、はいはいはい、何？あー、これをかぶるのね、かぶって、そして立つ、あ、これしてって人になってるんだ下にお姉さん下役、前の方々これ大丈夫かな、このお写真でこんな感じ、これね、私は下ね、いきます、はい、ポーズー、これ、私はこの角度のままでいいのかな、クマも、あ、やっつけるぞって皆さん、これ写真、いい写真撮れてますか、大丈夫ですか、私は人役みたいです、さあ、それでは5秒カウントいきますよ、5 4 3 2 1、はい、撮れましたでしょうか、痛いよ、クマも、ちょっとちょっと、日頃の恨みをぶつけないでもらって他ですか、はいはい、でくまモン真ん中の方に座りますので、皆さんギュッとくまモンの方に寄っていただけると嬉しいです、さあギュッとお願いします、そしてね、短い時間でしたけれども、皆様今日は来ていただいて本当にありがとうございました。では最後しっかりご挨拶をしていきたいと思います。
以上、熊本サプライズ熊本隊隊長のくまモンでした。ありがとうございました。ぜひ皆さんエヴァンゲリオン大博覧会行ってみてはいよ。